バルメトトゥーリバルメトトゥーリスバルメトトゥーリはフィンランドの国営航空機工渉でフィンランド空軍向けに開発された練習機である。本機は異なる3つの方が各1機ずつ製作され最終型のトゥーリスリーは根本から再設計されて基本的に全く新規の機体となった。トゥーリの風洞モデル低翼単用の複雑練習機である本機の設計作業は 主任設計技師、マルティ・バイニオの指導の下で1941年2月に開始された。フィンランド空軍は、試作機のトゥーリアイを1942年8月に発注したが、航空機の製造事業者は、全勢力を第一戦機の修理に傾注することを強いられたために、この機体の設計と製作作業が終了したのは1944年の春であった。結局、 トゥーリアイは飛行するまでは至らなかった。1944年に VL はバルメト社の一部となり、この試作機は同社の最初の航空機となった。バルメト社は当時ソ連への戦争賠償事業に傾注していた、兵器産業から生産的で利益率の良い産業への転換を望んでいた。下方工場は正式回工場等へ衣替えしていき、 航空機工場の指導的立場にあった人物は、ヘルシン気候科大学の教授や VTT の幹部へと転出して行った。この段階で、フィンランドにおける航空機設計は熱が冷め、その技術力は力を失うこととなった。通ー,ー試作機の設計は、トロルフエクルンド指導の元1945年9月に始まった。この試作機は1948年秋には、 完成したが、その後の数年間開発作業は中断された。空軍は、この試作機に資金を拠出し、要求に満たした場合には発注することを約束した。要求は変更されて、今度の機体は並列複座となっていた。トゥーリツーは1951年9月26日に初飛行を行った。その低い翼面荷重により、旋回運動性は悪く、これは、 軍用機という観点では重大な欠点であった。この機体は1951年10月26日にリベット止め作業漏れに禁する操縦艦の破損による事故により破壊された。フィンランド空軍が新型練習機の要求仕様を発表したのを受けて3番目の試作機トゥーリ3が1957年から1959年にかけて設計されたが、 はるかに安価なスウェーデンのサーブ91サフィールとの競争施策に敗れた。トゥーリスリーは1970年代にバルメト L-70 ンカが出現するまでフィンランドで設計された最後の軍用機であった。ありがとうございます。